やばいやばい、ちょ、ちょょちょここ、こ、小泉興文がすごいジャガーノート、完全に矢印。そうだよね。この人、そう、バグパイプみたいな。でも僕も、あ、僕もアーサーと同じ気分です。全くわかんない。 どうもアニメリアクターのザ前です今回も楽しんでリアクションやっていこうと思います今回見ていくのは永遠の消防隊第7話見ていこうと思いますはいというわけでやってまいりましたクラシックリアクションシリーズ長尺編ということでやっている永遠の消防隊なわけですけれどもまあ、前回プリンセスひばな編が終わりまた今回からね新章に入っていくわけなんだけど のお話ぐらいまでかな僕が見たのはなんとなななななく覚覚ええてててるような覚えてないようういって感じだけどなんか、ここら辺まで見たよううなな気はする、うんなんかど,どうなんだろうまだまだ、まだはっきりと分かってないんだけど、なんかバグパイプみたいなの出てくるよねなんか、そういうの吹く人。なんか、そこら辺までは覚えてるんだよな。だから多分、第一編までは見てると思うので、まあね、そこら辺いろいろとまた記憶をこう、歓喜させながら、楽しんでいこうと思いますので、一緒に楽しんでいきましょう。はい、というわけで、楽しんでいきましょう。 それでは見ていきましょうよーいスタートさああるいるのはシーンはまあ少子だよなさあ何が始まるんだろう どういう話だったかなぁ。さあ、どんどこどん、どんどこどん。第一調査開始ってことだからね。お誰だあ、一番の大隊長かな第一の。おー、そうだね。この人がなんか関わってんじゃないか説。ホイエンリー、中隊長、神父。 えー、シンプリンクは欲し第三世代、第3世代、第二世代。あ、そうだ、この人知ってるもん。やっぱりここら辺の人知ってるわ。ホイエン・リーさんも知らないけど。さあ、レオナルド・バーンズさん、第三世代。あ、そうか。能力の進化し、進化自体を世代で分かれて、分けているわけね。ごめんなさい。口が。ま、世代で分けてるのね。 なんか、若ければ若いほど優秀ってわけでもないわけだ。できた日見事歌は簡単な暮らしだが、輸足ゆえにだらだら、くらな、できた日見事歌は、から、おむらがはま、見るべのようにすいません。 イナスは優しいメロディー。いいねいやー、やっぱいいなー。やっぱりいいなー。このオープニング。かっこいいな音が。 の日まで歩いて行こう。ここ。いやー、ほんとに楽しみ。何が起きていくんだ結局何だったんだっけなここら辺の話って。ないんだと言う。さあ、ま、あさっきちょっとぐちゃぐちゃ言っちゃったけど、 ま、あ年齢と能力は、まあ、ま、あ噛み合わないわけね。若ければ、第三世代ってわけではないわけだ、能力が。ああ、よく。守るくん。あ,あ、燃えてるバーベしてる、バーベ。わお。お <laughs>、あれか。ま、あなんか、総行会的なものか。 全く聞いてない手が、<laughs> めっちゃ気に入られてるな。<laughs> おあははははありがとうございます。もう、砂利と呼ばれないよね、信羅は。いいなさあ、焼き加減に厳しそう。その肉はまだ生でしょ。お、プスプス。相変わらず火遊びをしているな おぉフィフスエンジェルス <laughs> おあははははあ、そうなんだプスプスもメラメラも。あ、ラートムした。お肉もラートムしてしまいました。そして、オービー隊長の話を誰も聞いていない。悲しいだけ。 いいよなバーベ、楽しいよな、行ったことないけど。なるほどね。まあ、まあ、まあまあ。おん。 アイリスは別だよね。あ、そうなんだ。そこら辺も知ってたんだ。意外とその手の駆け引きも得意だよね。筋肉ゴリラ。まあ、本当にありがたいよね、でも。うん。 ああ、希望なんてないと思ったわけだな。ああ。あら <laughs>。 おお、そうね。<laughs> まあ、そうよな。一番やりになれる存在ではあるよな。おー、そういうことか。 読んでいたわけだな。あ、あるの。あー。まあ、たどり着いているのか。 宮本とかはそうなのかな人,人造のほむら人なのかな許せないなるほど。 すーごいセクシーな格好。はい。新宿。大大、あー、やっぱそうだね。第8が北区だもんね。なるほど、なるほど。第1で大量発生してるんだ。まあでも、第5と正面切って協力ってわけじゃなくて、まあ、火花が単独で動いてくれるってことだよね。お っすごい立派な鍛え抜かれてそうねマキさんも素敵だと思います。<laughs> マジか。あ、キシリク入れるのかななるほど。潜入捜査ゴリラ <laughs>。アーサーとおー、便利な精度。ちょうどいい精度だね。 アーサーにそれできるかなー <laughs> はいはい。うーん。ただアーサーには庭は重くないかそうだよね。だからトールくんが来るわけだな、キシリが。 おぉ便利というか、なんというか、そのコネは本当に便利なものを獲得したね。<laughs> <laughs> さあ、かわいいなマキさんのこの格好。2、五二番体と5番体か。オッケーオッケー。掛け合ってくれたわけね。 ありがとうございますさてそうそうそう <laughs> クソが多いなははははは 全部イコールだね。<laughs> そうね。<laughs> やばいやばい、ちょ、ちょ、ちょ、こ、こ、小泉構文がすごい。そうね。やばいやばい、小泉構文で脳がバグるアーサーの。さあ、チェックしている。 まあでも怪しいんではいたよねそうねーでもまあなんか知らないって白切ら,られちゃったしなさあ大制度でかいななんだっけ教会寄りなんだっけ第1話ああ 緊張すればするほど笑ってしまうわけだわおはいはい。 ああ、なるほど、なるほど。教会だからってことまあ、なんか、第二が軍だっけフラム。はい。はいはい。わお。不敵な意味。 わーオめちゃくちゃ言うね。ワーおおまじでやってくれんの劣化ワーオ なんか仕掛けに行ってるよなーなんか。シンラってそういうとこあるよね。意外とクレバーだよね。さあ。筋トレしてそう。あらははは。<laughs> 心配そうだよねー。帯美隊長。はは、ちょろちょろするなと思ってそう。はははは。そうだね。みんな心配なのかな なんか、ちゃっかりいるのいいね。うーん。おたまきちゃん。<laughs> やばいやばい。ラッキースケベられが発動してしまうかもしれない。まあ、でもなんか思うところがあるわけだな。 ははははは殺意に満ち満ちている。そうです。たぎっているのです。あお目に星が輝いているぞ。おお、でっかいの。あの、鉄火具屋みたいなポケモンの。 <laughs> 数字が若い方が優秀ってわけでもないだろう多分。ははたけるのと。のとくん。オッケー。腕でかくねじゃがのと。そうだそうだ、そんなキャラいたな。 火が怖いのは何、っ <laughs> なに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 何、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  拳が、とどろき叫んでそうだな。カリム。ああ、そうだな。スタイリッシュ小泉公文。うわーミサイル わー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 わははは、口開いてる。おいおい、避けた。<laughs> あ、ほら。なんだ。そうだよね。この人、そう、バグパイプみたいな。ええー 炎を凍らす <laughs> そうだぞ大隊長がいたら大隊長になってしまったかもしれない。大隊長が大体、あ、かわいい惚れちゃいますジャガーノート、完全に矢印。なん、なんていうんだ、気化熱っていうのか下げて氷にしてるってこと 熱音恐竜、あっ、ああうん。でで僕も、僕も朝と同じ気分です。全くわかんない <laughs>。あら。やばいね。 あら。完全にラッキースケベられにされに行ってないか。さあ。組み手。まだまだ続けるさあチリ通る。あら。まあね。可燃性ガスを爆発させる。さあ、アーサート。 わーバーンズ隊長。肺がチラチラしてるね。圧がすごいな。さあ、死ぬ気の炎。死ぬ気弾撃たれたみたいになってる。マジで しっかり。あれ右手で持ってないあれ左利きじゃなかったっけ違うか右利きか。さあなんだこの。カマキリ剣。ああでも本当に思いっきり言っていいのか マジで。アーサーのってだいぶやばいよね。え。え、掴んだ。 でも第三世代だよね。あれが違うよな。この迫力で。二人で協力してやらないでもさ、能力とは違う部分だよな。その炎が効かないって。ああ、もう地響きが。 だっけ？そうだ。さあ、え、え、新曲？違う。 ガスかあやべやべ発動してまあはははは意にも返さない。聞かないなあははははかっこいい。 そうね。その体質を、こう、しっかりとカバーしてあげないといけない。中隊長も圧倒的だなそうね。なかなかになかなかだった。なえ、え、え、なんて褒めてくれてることは、なんか褒めてこう、あれしてくれてることは、まあ確か。 それはわかる。俺もアーサーと同じ目になりそうだった。このままこのままスモモモモモみたいな、そういう早口言葉のようなものを、こう、かましてくれたからな。あ <laughs> あー面白い。やっぱりこの音作今おもろいっすねー。見てて楽しいっす。トゥン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 。ウォー、ウォー、ウォー。 いや、いいっすね。でも、体調は何もしてないよな。多分あれ。第三世代能力者だもんね、体調は。ってことは、炎をなんか発火させたりできるわけで、一切発火を行ってないってことは、多分、あれだよね。炎に対して干渉ができるのが第二世代だもんね。だから、カリムさんフラムさんは、あれができるわけだ。熱、何冷却ができるわけだろ いやでもなかなかな、ちょっと小泉慎次郎議員っぷりだったな、ほんとに。やばい、小泉公文がはかどる。はかどりすぎてやっぱりはかどってもうあれだよな、マジで。さあ、グッと、めちゃくちゃ面白い。やっぱり面白いな。こういうちょっとした小話でも作がすごいしね。さあ、次回、ホムラの虫ということで、えー、見ていきましょう。 はい。というわけで見終わったわけなんですけど、いや、おもろいなやっぱり、やべえなやっぱり強いな中隊長大隊長となると、やっぱり、格が違いますね。やっぱり。いやー、でもどうなるんだろうなでもなんかこれはなーマジで。結局、大隊長がどこまで絡んでるのかっていうところなんですよね。とてもとても気になるわけですよ、見てて。うーん、なんかもう、ある程度、まあ、一応、<laughs> 知ってるからこそああここでこんな話があってっていうのがあるけど改めて見直してみても変人というものが見えてこないんだよなやっぱりもうちょい先を見てから見返すとそういうのが見えてくるのかもしれないけど今のところなんかこいつが怪しいドイツが怪しいっていうのははっきりとわからないわけですよねいやーなかなか難しい中で組みてジャガーノートすごい可愛いしね <laughs> 完全に玉木ちゃんに矢印だったところが可愛いい熱いの嫌なんだよとか言いつつめちゃくちゃ強いキャラ僕は好きですよ 戦いなんて嫌なのに、うわーうわーうわーみたいな。そんなことを言いながらえげつない能力をぶっぱする。そういうね、孫悟飯みたいなキャラクターは、やっぱり男の子は大好きなのでね。 いやーたまらないですね。めちゃめちゃワクワクしてしまうわけなんですけれども。いやーいいね、いいね、いいね。完全にこう、今、たまきちゃんがね、こう、完全にいろんな、なんか、先輩たちに矢印なわけなので。いや、でもどうなんだろうね。第一の中では、やっぱりこう、優秀な部類には入るのかなやっぱり消防隊員の中ではね。うん、一年とか、そういうのをこう、抜きにしても、たまきちゃんはかなり優秀な存在として認知はされてるっぽいよね。うん。第一ってなると、人とかも多そうだから、それなのにもかかわらず、やっぱ やっぱり、たまきちゃんを認識されてるってことは、やっぱりそれなりに実力者でありつつ、やっぱりこう一目置かれる存在ではあるわけだよなぁ。いや、いいよなそんなたまきちゃん。完全にね、ほんとにね、なんか、劣化中隊長だったり、バーンズ大隊長に完全に矢印なのがいいですよね。あー、好きみたいな。尊敬と愛情がこう、ぐちゃってなってる、この絶妙なところがね、すごい可愛くていいですよね、見てて。うん。でもね、完全にあの、恐ろしいラッキースケベられをね、完全に防ぐあの隊長たちは素晴らしいなというふうに思っている。なかなか 中になかなかこれはとてもとてもで半端ないみたいなところがあるわけでございますけれどもねいやいいですよね小泉工部も良かったな本当に クソみてえなクソしそうなクソがクソがよみたいなね。ほんとになかなかになかなかですよ。俺何度なかなかになかなかって言ってるんだ。マジで。いやーいいですね。半端ないですよ。半端じゃないですからね。半端ないってことは。まぁ、あ、今回はね、イントロということなので、まぁ、あのんびりした感じで、なんかやっぱり火花さんもね、相変わらず親鸞に矢印ですごい可愛いし、なんかほんとにね、大きな仲間を手に入れたなっていう感じで、まぁ、あ、潜入調査、これから先どうなっていくのか注目していこうと思います。はい、というわけで今回はこんな感じで終わろうと思います。なんかコメントあればくださーい。いやー タマキちゃんとかシンラーとかアーサーとか体調何なんだとかいろいろコメントお待ちしておりますいやーなんかあの大隊長の能力は何なんだろうやばいよねかなりめちゃくちゃ強いっていうかさアーサーの刃が通らないこのからくりは何なんだ人じゃないのか もう、私自身が炎なのだよ。そういう感じかもしかしたら、あの、何シンポルクだかデカポルクだか忘れたけど、足元に体調ちっちゃい本体がいて、あれ自体はもう完全に炎なんじゃないか、幻影なんじゃないかと、そういう風に読んでしまってもおかしくないんじゃないかなと思っているわけなんですけれども。どうなんでしょうね。はい、というわけでいろいろと考えながら次回も楽しんでいこうと思います。以上、永遠の消防隊第7話でした。バイバイ。